どうも、オナです。ということです。私はですね、実はオランダのアムステルダムスキポール国際空港の近くのですね、コレンドンホテル。こちらにですね、実はですね、泊まっております。これね、すごいんですよ。本当に機体がここに、裏にあるんですよ。今回なんですけども、実はですね、アムステルダムなんですけども、ちょっとね、滞在する予定だったんですけども、そう、本当はここの空港ホテルは一泊するだけで、その次の日とかはですね、アムステルダム市内でいろいろ美味しいものとか食べようかなと思ったんですけども、急遽ね、ちょっと体がね、なんかね、右肩下がりになっていたというか、なんか体調が悪くなってきたなみたいな感じでね、体調不良でホテルに引きこもっておりました。ということでですね、このホテルに実はですね、3泊しておりまして、1日目でなんとかなるかなと思ったんですけど、それの次の日でもね、なんかね、体調が良くなくて、まあ、結局2泊してその朝みたいな感じになっててですね、はい、今はね、もう本当に元気な状態でございます。ということでですね、本当はね、だから3泊ぐらいをですね、アムステルダム滞在を予定していたので、すいません、今回ちょっともう帰らないといけないんですよね。残念。それでね、航空券を実はまだ取ってなくて、航空券取る気力もなくて、今からちょっと怖いんですけれども、航空券、はい、見てですね、なんとか今日帰国しようかなというふうに思っております。まあ皆さんご存知の通り、直前はね、高い場合が多かったりとか、もう空席がなかったりとかね、そういうこともあるんですけど、果たして今はどうでしょうかね。じゃあちょっと今から見てみましょう、航空券。ということで、アムステルダムから、まあ東京は羽田も OK でもいいんで、はい、これにしますかね。で、今日は19日になりますんで、航空券な、そうだな、ちょっと予定が見て、お、でも意外に安いのがありますね。やっぱ中国東方航空ですね。中国系安いですね。中国系なら9万円でね、帰れるということで。まあちょっと長い距離なんでね、マイルでビジネスとかも探してみたいんですけど、とりあえずは優勝だと。こんな感じで。ああ、でも意外にそこまで高くはないですね。直行便になるとやっぱりね、20万円。KLM。まあ成田空港まで出てるんでね。はい。これぐらいかかる。これだとあれですね、5時間後ぐらいのフライトになりますね。でも空いてるんだ。ということで、こんな感じになっております。どれにしようかな、迷うね。ちょっとマイルでも探してみましょうか。 UA のマイル結構使い勝手がいいので、あ、でも2回乗り継ぎになりますけども、ありますね。約5万マイルプラス2万円とかか。そうだね、チューリヒからあれだよね、以前オミクロンの時に緊急に乗ったスイス航空ですね。これは出ますね。ビジネスはないと。まあ、ちょっとヨーロッパスカイチームが強いんで、スカイチーム見てみますか。はい、ということで、スカイチームは出てこないですね。まあ、デルタ航空、検索してるんですけど、ちょっと厳しいね。ここぐらいしかマイルを持ってない。マイルはちょっと今回厳しそうですね。ということで、結局今回、ね、直行便の KLM 買っちゃいました。12時30分出発なんで、あと3時間半後ぐらいに出発です。ということで、何気に私もね、フライト取れたのはね、良かったんですけど、座席ないだろうなと思ったら、やっぱりないっすね。まあ、今回エコノミーなんでね、ここが自動的に割り振れられて、通路か窓かどっちかもあればいいかなと思ってたんですけど、通路でもいいかなと思ったんですけど、もうないっすね。まあ、そりゃそうだろうな。24時間前とかであれば、まだしも。それでね、一応上級会員ではあるんでね、ここら辺の前方座席をね、無料で手配っていうのは一応お情けで、ただ別に普通の座席だと思います。まあ、一応前の席にしときましょうか。それでね、ここのね、エコノミーコンフォートとか、こちらはね、72ポンド。1万5千円ぐらい。まあ、そこまでする必要はないかな。まあ、長い13時間がフライトですけども、こっちの方がいいかな。一緒か。それビジネスクラスもね、一応ね、10万円とかで、あるんですけど、まあ、これはちょっとやめときます。まあ、こう見ると半分ぐらいやっぱりね、3割ぐらいがビジネスクラスがね、占めてるんですね。すごいですよね。だからね、本当にね。まあ、ここにしてみましょうか。真ん中席に。外の風景は撮れないんですけど、すいません。これでちょっと今回はもう帰ることにします。バッグはまあ預けなくてもいいかな。預けてもいいけど。よし、ということでチェックインは完了です。はい、じゃあ空港に向かいましょう。ということで、なかなか飛行機がね、見えるいい感じの空港近くのホテルでしたけど、本当に寝に来たんで、何しに来たんだって話です。テスラスーパーチャージャーも今日も元気に動いてます。よし、はい、チェックアップリーズ。 OK, thank you so much, bye。 よし、ということで無事チェックアウトしました。じゃあ空港行きのバスを待ちましょう。
いや顔がね多分ちょっとすっきりしたと思うんですよ。今回ハルビンとあと中国東方航空のねファーストクラスでこっち来たんですけど、その時に比べるとねすっきりしてると思います。うん、それぐらいねまあいい、まあ、いい休みにはなりましたね確実にね。うん、本当は今日もマリオット系のホテルなんでね朝食もついてるんですけども、ちょっとやめとこうと思って、食べれないことはないですけども、機内でなんかね気持ち悪くなったりとかもしても嫌なんで、一応念のためみたいな感じで。というわけでちょっとじゃあここで空港バスを待ってみます。はい、ということであちらです。ということでスキプウォール空港に到着いたしました。なんかオランダ結構喫煙者が多いイメージですね。中に入りましょう。すごい。デパーチャー。東京だと高いお金払えばすぐに帰れるっていうのはいいですよ。もう13時間夜行バスみたいな感じで帰れちゃうわけですからね。まあ、これが、まあ、大阪もね、まあ、KLM 飛んでますけども、東京だとさらに他にもいろいろね遠い地から飛んでるということで、やっぱりそういった 面ではいいですよね。ということでじゃあデパーチャーの方行きましょう。チューリップはたくさん売ってます。ただお土産には持って帰れなさそうですね。はい、ということで12時30分東京行き KL0861 便ですね。ということでもう搭乗券このまま行こうかと思います。荷物もこれだけなんで、はい、持ち込めると思いますんで行かせていただきます。ということでこんな感じですね。ブルーカラーでいいですね。久々です KL オランダ航空は。通るした、ね、エラーが出た。ここですね。ああということ多分です。よし、次こそは行けた来た。よし、ということでめちゃめちゃサクッと順調すぎますね。なんか国内線みたいな感じで、もう EU の出国のスタンプを押してもらいました。スキポール空港の場合はここはもう EU を出国したエリアになりますね。 EU 内のフライトとかね、そういったところのエリアに行くこともありますけど、じゃあだいぶ12時30分となりますので、だいぶあるな。2時間ぐらいだ。もう1時間ぐらいゆっくりしてもよかったね。すごい。ではラウンジに行きましょう。中が混んでるようで20人待ちみたいですね。まあ、それだったらいいかな、食べれたいと思うし。はい、それではそう、娘へのお土産ですね。すっかりあれですね、やったらあれですけど空港にありますね。しっかりじゃあミッフィーちょっとじゃあ買いましょう。うん、いい感じです。
あ、でもなんだかんだ言って13番まで来ましたね。こうやったらいけそうだな。ちょっと待っときましょうか。まあ挨拶、敬礼もオランダ航空のねラウンジがあるんですけども、あの残念ながらねスカイプライオリティね失っちゃったんですよね。あのデルタ MX ね持って、かつ150万円以上ね年間決済するとゴールドメダリオンがまあ維持できるっていう感じなんですけども、なんと150万円決済行ってなかったというか、まあなんか知らないうちに更新されてて、カードは持ってるんですけども本当にシルバーになっちゃいましたね。残念。あの今はシルバーなんでラウンジとかそういった、だから SFC とか JGC みたいなスカイチームでなくなってしまって、今回まあエコノミーなんで行けなくなっちゃいました。今までね三刀流だったんですけども、いやー残念今回まあプライオリティパスって感じになります。Hello. Hello. Yes. You, sir? Only for you? Ah, yes. Please keep down your own boarding time. We don't make any boarding. Okay, no problem. There you go. Enjoy. Thank you. New Spy Lounge. Next one, please. ちょっとワンワールドとスパイアレス、スイスポートの成田空港にな。ここでいいや。ここはね、過去に超おすすめっていう風に紹介したことがあるんですけど、そうこんな感じでめっちゃ広々としていい感じなんですよ、ね、ただやっぱりもうキャパシティオーバーですね。ああ食事はパンとか最低限のスープぐらい。よおいしい、徐々に食欲が戻ってきましたね。というわけでラウンジも行けてよかったです。いやプライオリティパスもすごい前提なんですけど、やっぱり完璧ではないですね。でもまあありがたいよ。 I'm looking for passenger marks, passenger marks and passenger mind holds.カキ持ってたりするな。ということであのラウンジでね楽しみまして、今からもうゲートに行こうかと思います。ちょっと遅いぐらい行こう。じゃあ E2 です。じゃあ、はい、ですね、こちらですね、東京成田空港までお願いします。まあ、できればね羽田がかったんですけど、 KLM は成田空港中なんで、あのお友達といいますか同じグループのエールフランスはね羽田にも飛ばしてますけど、パリからですね、まあ、それはね。ということでじゃあ行きましょう。もうほぼもうかなり人多いんで満席ですね。よし、では今から機内13時間とか、うん、まあ寝れば着く 15F、 うん、まあ行きはね中国と東方航空といえどもファーストクラスだったんで、いやそのギャップがありますけど、まあそのギャップも楽しみましょう。ハロー、こんにちは。はい、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 あ、ええな、エコノミーコンフォートなんですよ。目の前がエコノミーコンフォートで、こっちが普通の席。
カンクは787なんですよね。こっちはトリプルセブン。こんな感じです。真っ暗で。入ってくる。ここが厄介ですね。この棒が荷物が置けない。縦に置いてLadies and gentlemen, welcome on board this flight. While we are in the middle of this authentic Royal Delft pottery, we would like to explain the safety information on board your KLM flight. For your safety, make sure your carry-on luggage is stowed before taxi, takeoff and landing. For instance, a hot device, a device that produces smoke or shows signs of damage. Without hesitation...いよいよ離陸でございます。果たしてまあ13時間40分ぐらいのフライト、しかもエコノミーで真ん中席ということで、果たしてどんな感じでしょうか。ちょっと気合が入ります。では行ってまいります。おしぼりもいただきまして、今回ね、Wi-Fi も接続しようと思っておりました。ということは13時間もあるんでね、さすがに、まあ、Wi-Fi ぐらいにもあってもいいでしょうということで、ただちょっと5000円ぐらいかかるんですよね。まあでも、払いました。うん。中国東方航空に関しては、昨日、ロシア上空でしたけど、まあ、KLM はこんな感じで、やっぱりロシア避けていくんで、時間がね、やっぱり今はかかりますね。13時間、本来であれば多分11時間とかそれぐらいだと思いますけど、やっぱりヨーロッパって行きづらくなりましたね。まあ、今回そのヨーロッパに本当にもう寝に行っただけだったんで、めちゃめちゃもったいなかったです。またゆっくり伺おうかと思います。楽しみということで、旅行の方がですね、今回ですね、日本人のおそらく方で、まあ本当に知らない方ということもありまして、まあ私もね、体は小さくないのでね、ちょっと申し訳ないなみたいな感じで、はい、真ん中席に座っている感じでございますけれども、やっぱりまあ機内食ね、こうやってKLM オランダ航空はですね、 LCC ではありませんので、しっかりですね、無料で提供してくれるっていうのは嬉しいですね。まあ、パスタ選びましたけれども、とても美味しそうな感じでございます。というか美味しかったです。もちろんこちらはですね、完食ということでさせていただきました。まあこうやって食べてるうちにですね、 YouTube の実はプレミア公開がですね、空の上で始まるということで、まあインターネットもね、有料ではありますけれども、はい、契約できるということなので、今回バッチリさせていただきました。まあインターネットもね、常にこう安定して使えるかっていうとそうでもないんですけれども、まあ今回ですね、うまくですね、まあ、プレミア公開も参加できて、参加していただいた方
ありがとうございました。それでは残り10時間30分ということで、まあ結構でも機内食食べてプレミア公開もね、あの参加してたらあっという間という感じですね。アップルパイからいただきました。まあコーヒーあげておきます。結構きついっすね。もう3時間ぐらいで真ん中席なんで今回ね、まあ、今日 それ選んだ私が悪いんですけど、大前提として結構きつい。あと10時間も真ん中席、いつもね窓側の席はなんだかんだ言ってね、まあ、トイレ行きづらいっていうのがあるんですけど、こう横にずっとなれるんですよね。ただそれもできないんでひたすらまっすぐみたいな感じで、いやこれ結構つらいっすね。いけるかなと、全然まあ大丈夫っしょみたいな思ったんですけど、まあ、昼のフライトで、ね、あんま寝れないっていうのもあるんで、ホテルでいっぱい寝たっていうのもとやけど、まあなんかちょっと変な髪型になってますけど、まあいいや。まあまあでも快適です。機内食が美味しかったです。思った以上食べれました、ほとんど。ということで、じゃあまあトイレして、はい、また続きをやりたいと思います。トイレはまあ普通ですね。半分ぐらい経ったところで、まあ、夜食的な感じですね、配られまして、まあ、寝てる方も多かったんでね、全員が取ってたわけではないんですけれども、私はですねちょうど起きてるタイミングだったので、むしゃむしゃちょっといただいております。ハムとチーズが入ってるパンでございます。シンプルですけれどもね、やっぱりまあでも美味しいということで、ありがたくいただきながら今ですねちょっといろいろ考え事をしているような感じです。 KLM は細かく出してくれますね。座席には戻ってない状態です。いただきます、まあ、結構足がパンパンなんでね、まあ、ちょっとエコノミー症候群にならないようにということも含めてストレッチもやりながら、はい、ちょっと休憩してます。カップラーメン提供もしてみたいですよね。 KLM は結構なんか食事出してくれていいですね。カップラーメンはちょっとあれとも食べたいけど、このトリプルセブンの世の中はね、ちょっと昔ながらな感じでいいですね。クラシックな感じがして787とかだともうちょっとなんか軽そうな感じなんですけど、こういう素材が一つ一つしっかりしてます。というわけで、あと残り5時間ぐらい、長いわ長い。まあまあまあでも、まあ、ノンストップでいけるありがたいですね。警備なのでまたやっぱり疲れちゃうんで、まあ、いつもであればね、ラウンジむしろ経由できてラッキーぐらいですけど、ちょっと今回はね、もう帰ろうっていう感じなんで、まあ、直行便があるだけありがたいです。じゃあ、すまん、じゃあ続き頑張ります。
時ね結構腰も痛かったりとかしたんですけれども、そしてねあんまりね眠たくもなかったんですけど、結局はでもね、あの先ほど結構がっつり寝てもう起きたら、ね、韓国あたりということで、いやこれが結構良かったですね。それでもう起きたら食事配られているみたいな、ね、感じで、これはヨーグルトとパイナップルとフルーツでもう一択しかなかったです ね。2回目 の、あの、ね、食事っていうのはつまりあの、ね、着陸の、まあ、大体1時間前とかそれぐらいになりますんでね、もうね、あの最後のアプローチにかかってるっていう感じですね。はい、ということで、まあ、やっぱりロシア、ね、上空通れないということもありまして、遠回りでねあのやっぱ時間もかかったりとかするんですけれども、なんとかここまでね来れたみたいな感じですね。でヨーロッパやはりねコロナ前よりにもですねかなり、まあ、運賃も高くなりましたし、ちょっと遠い存在になったなみたいな感じのことをですね改めて思いつつも、まあなんだかんだ言ってねあの久々にのヨーロッパ便を楽しんでおります。それでも今回はねちょっとオランダの滞在っていうのもですねちゃんとできなかったですし、またぜひあのオランダについてはですね、まあ、伺って観光したいですね。もうでも着きそうですね。すごいあっという間や。もちもち着陸体制といった感じですかね。ちなみに到着予定時刻は9時45分になりますので朝の到着ですね。Passengers from the flight deck and ferry, good morning. As you might have noticed, we have just started our descent into Tokyo Airport. We are currently expected to land at 9:45 local time. Begonnen aan onze descent naar Tokyo. Wij verwachten op dit moment om 9:45 op de grond te staan, lokale tijd. 着陸直前でちょっと揺れてますね。それ今回乗った、ね、ボーイング777になりますけれども、ケーレムは、ね、今まで関空便しか、ね、あの長距離は利用したことがなかったので、関空は787なんですよね。なので、まあ、今回777乗ることができてですね良かったなと思います。そしてねケーレムオランダ航空はねあのセントマーチン島もねアムステルダムからですね飛ばしてたりとかしますので、まあ、オランダ領があるということで、まあ、その便もいずれはですね、ちょっと乗ってみたいな感じで思ってたりします。あと、東南アジアも意外と異縁圏でですね、あの、シンガポールから、あの、バリ島までとかね、ケールモランダ航空飛ばしてたりするんですよね。そう、だから、そういったのも乗ってみたいですね。Welcome in Tokyo. Let's just keep your aim set up at the flexing story of us out. Wish you a very good stay in Japan or a pleasant onward journey. And we hope to see you again soon.皆様の快適なご滞在をお祈りいたします。また皆様にお目にかかれますことを心よりお待ちしております。はい、ちょっと着きました。まあ、なんとかなりましたね。インターネットはなかなか使ったんですけど5000円ぐらいしたけど、やっぱトリプルセブンなんでビジネスもあれですね。2人だといいんですけど、このタイプはね1人だとねちょっとあれです。そんなやつです。でもいいですね。Thank you. Welcome. Bye. すごい、横はビーマン、あ、そうか、ビーマンも確かにね、この時間の到着ですね。懐かしいね、かっこいいね、ビーマンね、ほんとな。いや、もう一回乗りたいったらいいやんけど、乗りたいね。あ、でも、ちょっと、ダッカに行くのはあれだな。KLM も、良かったですね、うん、とても。あ、日本なんだ。そっか、すごいね、ほんとにね、一本で作って。まあ、直行便の価値はありますね、やっぱりね。経由だったらね、あの今朝の10時ぐらいですけど、経由だと多分上海とか経由しようと思ったら夜10時とかの到着だったんで、まあ、時間を買ったと思えばすごくありがたいフライトでした。まあ、直行便高いけどね、まあ、事前にちゃんと買っとけって話ですね。あ、横はエールフランスっぽいですね。お友達ですね。でまたこれも昼便で折り返すんですね。
掃除の待機中です。今日は成田空港も天気良くてあれですね、ヨーロッパみたいになって、オランダみたいな、なんかいいですね。多分一番早く今回荷物持ってたから。朝10時、まあでも朝からいろんな海に来てますね。さすが成田空港ですね。アムステルダムありますね、はい、いや長かったよ。でもね、めちゃめちゃね、アムステルダムがこれすごいね、東京に来れるのはね、まあ値段選ばなければ。ちょっと今回はまあですね、いろいろあって、まあちょっとねすぐ戻ってきたという感じなんですけど、まあ結果的にはね、いい選択したかなと思います。もう今日はゆっくり家で休んで、体調またねいろいろ整えてから、海外とかいろいろ行こうと思っております。今回初めてね、成田空港便の KLM オランダ航空5年ぶりぐらい乗ったと思いますね、うん、特に日本線に関して、なかなかエコノミーでもね、まあやっぱり狭い、そして長い、それはでも仕方ないですね。別にこれは KLM オランダ航空がどうのこうのというわけではなくて、それが嫌ならね、ビジネス乗れよとかね、そういった感じになりますんでね。まあでもね、久々にこうやってエコノミーにがっつり乗れて、多分今まで結構一番辛いフライトだったんじゃないかな。真ん中席でね、ロシアをこう避けるルートみたいな感じだったんで、ね、まあね、別にビジネスとかファースト以外にもいろいろエコノミーとかも乗っていこうと思ってますので、ぜひぜひ皆さんこれ乗ってほしい、あれ乗ってほしいとかあればですね、教えてください。ということで、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。体調はかなり良くなりました、うん、寝れるかなとか思ってたんですけど、なんだかんだ寝れましたね、うん、というので、まあ大体4割3割ぐらいは寝てれたと思います。あとはひたすらインターネットしてたという感じでございまして、インターネットできなかったら辛かったと思いますけども、これもねちょっと高かったんでね、もうちょっと安くなってくれればいいなと思いますけど、まあこれからって感じですかね。ということで、こんな感じでね、今回の動画を終わりたいと思います。では私は自宅に戻ります。それでは、はいはい、グッド。